2002年7月27日、海は見ていたは初日を迎えました。1993年に黒沢監督が脚本を書き終えてから9年目になっていました。撮影寸前にまで進んでいながら断念せざるを得なかった作品、海は見ていた。粋な感じの人っていうのはもともと好きなんですよ、黒沢先生の世界ではこう丸い開いていて、広場みたいになってて、黒沢さんがね、残されたノートがあるんです。創作ノートがね、創作ノートはなんかこうね、謎めいたこといっぱい書いてある無念の思いとともに残された貴重な黒沢監督の直筆創作ノートと絵コンテとともに、黒沢監督がこだわった粋の世界を見つめました。黒沢監督は映画のテーマである江戸の粋を表現するために大切な要素を創作ノートに書き残していました。舞台となる場所とその文化、そして特にそこで生活していた人たちの化粧、髪型、衣装などは十分な研究が必要だと書いています。長年にわたって山本周五郎の小説を愛してきた黒沢監督、その思いは特別なものでした。何でも映画の目でやっぱり本って見てるんですよね。それでこうかなりどんな本でも読む人なんですけれども、そのすごくいい文学だったり、そのいい小説だったりしても、映画に向かないものと、やっぱり向くものがあると。やっぱりそういう意味でもちろん山本周五郎さんの作品は好きだったし素敵だけれども、すごく映画にしやすいということはあったみたいですよね。それはよく言ってましたね。女性は描けないと言われていた黒沢監督、だから特別女性の物語には執着があったのかもしれません。岡場所のもう一番ひどい世界ね、仮想のもっとひどい世界、もう目も当てられないようなひどいリアリズムのすごい女のもうよれよれのドロドロの世界だったら作り方って書いたんですよ。だからこの場合は非常に美しいんですよね、表現がみんな本を読んでいくと。だからあの主人公の女たちは確かにその身を売ってる世界なんだけど、セリフ台なんで洒落てて、でちょっと違うのね。江戸の粋にこだわり粋が大好きだった黒沢監督、その思いを受け継いだのが女性を主人公にした名作を多く撮り続けている熊井圭監督でした。その熊井監督は忍川ですでに粋の経験者でもありました。次回作が代表作が口癖だった黒沢監督、この作品にも特別なこだわりがありました。この映画では男性はあまりいい人は一人もいないんですね。目が悪かったり、もうね、もうで女性はね非常に温かくね、お書きになってるんですよ。だから女性もいろいろ癖のある女性ばっかりですけどね、それをね黒沢さんはね包むようにね描いてるんですね。だから黒沢さんっていうのはフェミニストじゃないかというね、大変なフェミニストで、もう極論すればこの世は男はダメだと、未来は女性にあるんだというね、そういうことで海は見ていたの、海っていうのをつけたかどうか知りませんけどね。黒沢監督の絵コンテと創作ノートには驚くべき想像とこだわりを見ることができます。それは熊井組のスタッフにも大きく影響してゆきました。江戸で粋な感じ、でそれをやっぱり出したいんで、その裾からちらっと赤が見えるとか、やっぱりそういうとこを聞かせて、あと男の人はこうみんな島で、その辺をキリッと粋にやりたいなと。で例えばお化粧なんかもそのゴテゴテしないで、もう水化粧ですっきりして、こう小股の切れ上がったいい女っていう感じで。何おめさん、男を一人探してるんだ。でこう階段がありますね、
で今度は2階があります。それをそっくり乗っけちゃったんですよね。はで普通映画っていうのは1階のシーンを撮って階段上がるまで見せるわけで、見せたら今度は、2階は適当なこのくらいの高さに組んで、階段長い口をちょっと見せて、こう上がってくるのを見せて、こう行くわけでね、で繋げるわけで、そうだクレーンショットでグーッとこう、だからライティングがまずやりにくい、それからキャメラ操作がやりにくい、全部やりにくい。水もう止まったみたいよ。増え方は遅くなってるけどまだ増えてるわ。おしんちゃん、一番いい着物はどれ？私もこれを着るから、おしんちゃんも一番いいものを着るといいわ。あるいは未来へのですね、あの女性としての在り方とかですね、というようなねことになっていくわけですよね。ですからね、ある意味においてはファンタジーですね。あのラストの屋根の上の、あれから先ね聞くのどうなるか分かんないですよね。だけどあの一瞬をこの前向きの未来へのメッセージをね、で発することによって、これは黒沢さんが発するわけですよね。発することによってそこでエンディングを出せば、これは明るい映画になるし、それからその黒沢さんのね狙いが的確に出るんじゃないかと。これで本当の一人ぼっちでござんす。江戸の粋をとても愛していた黒沢監督、海は見ていたの脚本には世界の黒沢が込めたメッセージが隠されています。そしてそのメッセージを確かに受け継いだ熊池監督やスタッフたちによって、それはついに現実のものとなりました。江戸の粋、海は見ていたの本編をもう一度ご覧になってみてください。黒沢監督が思い描いた粋の世界に新しい感動を見つけられるはずです。